モンスターブラック2、ホワイト2に至るまで、世界中で広く愛されるポケットモンスターシリーズを長年にわたり開発し続けるゲームフリークさんの経験とノウハウが注ぎ込まれた本作は、アクションでリズムを刻み、ハーモニーを奏でるという斬新なコンセプトのもと開発された、遊びやすく奥が深い完全オリジナルタイトルです。攻撃とジャンプ、2つの基本アクションを使い分けてステージクリアを目指すのですが、ステージ内の音符をうまく拾い集めたり、敵をタイミングよく倒したりと、アクションに応じてハーモニーが豊かになっていくため、耳に心地よく、つい何度も繰り返し遊びたくなってしまうのが特徴です。マーチやロックなど、曲ジャンルや楽器をテーマにした8ワールド、50種類以上のステージが用意されており、一定スコア以上でクリアしたステージは、挑戦意欲を一層かきたてるスピードモードを遊べるようになるなど、やり込み要素も充実しています。さらにボーナストラックとしてゲームフリークさんならではのこんな曲にもチャレンジできるそうです。先日ゲームフリークの増田さんに本作についてお話をお聞きしましたので、プレゼンテーション終了後に社長が聞くを公開します。